たやつ、ね、え、本日お忙しい中お越しいただきましたありがとうございます。夢島みたいに危険なところにその集客施設を作ってもいいのかと上昇とですね地元負担膨張の構図というそういうものが非常にますます6000億円どう回収するのかというのがそもそもですねこの大阪万博っていうのは SDGs の達成される社会っていうのを